イプソン・グレイシー、その驚くべき奥義の数々を一つ一つ解き明かしていきます。ブラジル、グレイシー柔術を継承する格闘家の一人、ヒクソン・グレイシー、40歳。今ヒクソンはアルティメットやバーリトゥードといったほぼノールールに近い総合格闘技で世界最強と言われている。簡単にはポジションを取らせません。ヒクソン再び簡単にマウントを取りました。グレイシー同じ場面だ。グレイシー逆柔術、400戦以上の戦いを経て未だ無敗。なぜ彼は強いのか、我々はその強さの原点を追い求めた。そしてついにその答えを探し出した。ヒクソン・グレイシーの自宅にカメラが入った。3リッター11年前、ヒクソンは母国ブラジルのリオデジャネイロからアメリカ・ロサンゼルスのサンタモニカに自宅を移した。おはようございます。Good morning. I'm reading. ヒクソンとキム夫人、そして4人の子供たちがここで暮らしている。愛犬トアも忘れてはいけない家族の一員。愛犬とのスキンシップもヒクソンにとって大切な日課である。これがヒクソンの一日の始まり。ヒクソンの朝食は自然の食材を取り入れたシンプルなものが多い。この日はスイカを絞ったフレッシュジュースとパンという軽めのメニュー。朝食後、ヒクソンは自宅の裏山へ出向き、ストレッチとヨガを行う。ヒクソンの最大の武器、それは体の柔らかさだと指摘する専門家も多い。ヒクソンはその肉体を覆った柔軟な筋肉の鎧をこの鉄棒を使ったストレッチとヨガによって目覚めさせる。ヒクソンが20年以上も続けているヨガ式呼吸法がいよいよ始まる。この呼吸法をマスターしたことによってヒクソンは格闘家として飛躍的に成長を遂げた。This is a very important aspect for me as a human being because I can achieve better perception, a better balance overall. 40歳にしてなお強靭でかつ柔軟な肉体を保ち、強い精神力で相手に立ち向かえるのもこのヨガ式呼吸法をマスターしたことが大きいとヒクソンは語る。ストレッチとヨガが終わると、ヒクソンは愛犬トアを連れて自宅のプールに飛び込む。
身長178センチ、体重88キロ。格闘家として決して恵まれているとは言えないヒクソンの肉体。しかしその肉体から放たれるオーラからはまさに世界最強の強さが感じられる。偉大なる格闘家ヒクソン・グレイシー。朝9時30分、ヒクソンはキム夫人と次男のクロン君を連れサンタモニカのビーチへサーフィンに出かける。ブラジル、リオデジャネイロで生まれ育ったヒクソンのサーフィン歴は長い。キム夫人は元プロサーファーで、ヒクソンとはリオのビーチで知り合った。この日の波は比較的穏やかだ。サーフィンがヒクソンに何をもたらすのだろうか。 The reason I still like very attracted for the ocean is not just the practice of surfing, because every time I go in the water I feel like recharging, recycling myself. If I'm very stressed I get better, if I'm tense I get relaxed. If she was not surfing she was not gonna have a chance to be my girl.午後に入るとヒクソンは瞑想に時間を費やす。自然からエネルギーを吸収し心の乱れを整える。心の乱れはヒクソンの最大の敵である。自分に勝つ、よく耳にする言葉だが、ヒクソンにとってもそれが永遠のテーマなのかもしれない。世界最強伝説第2弾、ヒクソンの強さの秘密は肉体を維持するための食のこだわりにあった。グレイシーダイエットの謎、その驚くべき真実が次回ついに明らかになる。その男がやってきた日から高校生活は一変した。甲子園受け負いに鬼監督チームは広々とやったんだ。群馬県予選7月9日開幕。この地球上で最も強い男は誰なのか、ヒクソン・グレイシーはその永遠のテーマに答えを出してくれるのでしょうか。一族に伝わる独特の食生活、グレイシーダイエット、その興味深い食べ合わせの妙を解き明かします。ヒクソン・グレイシー40歳。ヒクソンはなぜ強いのか、その答えを見つけるために我々は彼の自宅があるロサンゼルスへと飛んだ。そしてそこで見たものとは、まるで生き物のようにうごめくヒクソンの腹筋。これが20年前からヒクソンを取り入れているヨガ式呼吸法。衰えを知らない肉体と精神力の秘密はここにあった。対戦相手に絡みつくようなヒクソンの柔軟性はこのヨガ式呼吸法によって作られていると言っても過言ではない。だがそればかりではない。ヒクソン最強神話、その知られざる真実はまだあった。午後4時、ヒクソンが動き出した。ほぼ毎日この時間にヒクソンはある場所へと向かう。 So I go for a bike ride and I'm kind of tired today, so I'm not gonna push anything. Just go for a cool bike ride on the beach and then do a little pull-ups and sit-ups, play a little bit with some equipment they have in Santa Monica. Very fun place. Hey! その場所は自宅から10キロ離れたサンタモニカのビーチ。そこまでヒクソンは自転車で移動する。海岸を吹き抜ける風も
ヒクソンにエネルギーを与えるのだろうか。ヒクソンはその潮風を体いっぱいに浴びながら移動中も休まずウォームアップを続ける。ヒクソンが語ったトレーニングの道具とは、実はこの鉄棒のオブジェ。子供の遊び場といってもおかしくないこの場所で、ヒクソンは戦いに必要な筋肉を作っている。筋力トレーニングの大きな特徴、それは自分の体重だけを負荷にするというところにある。ダンベル、ベンチプレスといった近代的なウエイトトレーニングは行わない。なぜ彼はこの至ってシンプルなトレーニング方法を取っているのか。例えば器具を使い、部分的に腕だけ、あるいは足だけを鍛えても、戦いにおいてそこだけを使うことは絶対にないとヒクソンは語る。グレイシー柔術は、戦いを複数の筋肉を同時に動かす最高の芸術であると考えている。そしてヒクソンは、常にイメージトレーニングを欠かさない。今ヒクソンが手にしているのは何の変哲もない釣り輪に過ぎないが、ヒクソンの頭の中ではそれは相手の腕であり足である。紛れもなくヒクソンはここでも格闘している。ヒクソンの下半身の強さもこれまでの戦いの中で証明されている。その強靭な脚力とバランス感覚の生みの親が実はこの平均台。そのトレーニングが今始まる。片足で立ったり座ったりするヒクソンの動作、一見何気なく見えるが、脚力以外に腹筋背筋などの強さがないとこうはいかない。ヒクソンはとりわけこのバランス感覚を磨くトレーニングに時間をかける。類稀な肉体も集中力もバランス感覚があってこそ生かされることを経験上知り尽くしているのだ。バランスが生命力を増大させる、これが凡人には気づかず超人ヒクソンには分かっていることの一つである。Y 字バランスを見せるヒクソン、40歳を迎えてもなお衰えることなく、むしろ進化し続けているヒクソンの筋肉細胞。 You know, even though in the middle of the set I don't have the desire to continue, I picture my opponent and I go like until the top, until one more, two more, three more, until like it's like fighting in my mind to achieve there. SoAnd then when I finish the workout, it's like finishing a fight. You feel like you have everything, you give your best. グレイシー一族の戦いは、すでに食事の段階から始まっている。グレイシーダイエット。簡単に言えば、強くなるための食事法。グレイシー一族によって80年間受け継がれてきたそのグレイシーダイエットをヒクソンも長年実践している。So the whole thing about the Gracie diet is make a good combination to always be able to digest fast and feel a good energy level.
This is a kind of food, family tradition. We all follow the same. 食べ合わせを良くすることがグレイシーダイエットの基本。米、パン、芋、豆などの炭水化物は同時に2種類以上取ってはいけない。さらに脂肪の多い豚肉は厳禁など、その徹底した食事法をヒクソンは忠実に守っている。速やかに消化と吸収を促すグレイシーダイエットこそが世界最強の肉体を作り上げていくのだ。ヒクソン・グレイシーが生まれたのは1959年、ブラジル、リオデジャネイロ。以来、アルティメットやバーリトゥードといったノールールに近い総合格闘技で400戦以上して未だ無敗。世界最強と言われるまでに上り詰めた。名だたる日本人格闘家たちもその強さの前に屈している。ヒクソンには隙がない。日本人格闘家高田信彦もヒクソンの前ではただその周囲を回るしかなかった。ヒクソンが放つ強烈なオーラはあのヨガという精神修行のなせる技なのか。偉大なる格闘家ヒクソン・グレイシーはもう一つの夢を実現させるためにヒクソン・グレイシー柔術アカデミーを開校した。ブラジルから生まれたグレイシー柔術を日本の空手、柔道のように世界に広めたい。そのヒクソンの夢が託された道場に初めてカメラが入った。ほら、ビルモントラクション here to the arm, moving all different directions, pulling, pushing, always resisting.およそ100名の生徒に対してヒクソン自らが指導に当たる。ジェイソン、every time he coming under your leg, you should put your weight on the leg, on the arm, very quickly. Anything under, you put your weight right there on top of his arm.世界最強のヒーローが胸を貸す唯一無二の道場。ヒクソンは自分に憧れて入校した生徒の輪に入り、グレイシー柔術の基本を体で教える。この日、アカデミーでは練習試合が行われた。護身術から発展したグレイシー柔術、その決まり手のほとんどは関節技や締め技である。送り襟締めが決まって場内に拍手が起こった。小さなものが大きな相手を倒す、いわゆる重力5を制すのグレイシー精神が100名の生徒にも浸透し始めていた。チャンピオン、very skilled judo player, huh? I move here based on the need people have here to learn something new, and also my perspective of, you know, increase the elements of, you know, jiu-jitsu around the world. So I come here to spread the jiu-jitsu. ヒクソンは海からもパワーをもらっている。ブラジル、リオデジャネイロのビーチで鳴らしたサーフィンの腕は今も衰えてはいない。この日の波はやや荒く、サーフィンには最適だった。
ーシーの戦いに似ているかもしれない。状況判断を間違えれば誰でも波に飲まれる。ヒクソンは気まぐれな波からいくつもの何かを学んでいた。いつも浜辺から見守る夫人は元プロサーファー。Looking at the way he's surfing, he's doing a pretty good job out there. He's doing a good job today. Good job. Did you have to give him a... ヒクソンは全ての自然が自分にとってのエネルギー源だと考えている。The water temperature was great. And、some fun waves, not too big, but it was fun. I'm not a professional surfer, but for me, I feel...Very pleased, very glad every time I go in the water. And, サーフィンが終わるとヒクソンとキム夫人は近くのスーパーへ買い物に出かける。いつも二人で買い出しに行くのはヒクソンが自分の目で食材を選ぶためである。グレイシーダイエットに適しているのは限りなく自然のままの食材。加工されたものには決して手を出さない。肉を選ぶときは徹底的に鮮度にこだわる。ヒクソンが選んだ牛肉は早速バーベキューへ。仕切るのはもちろんヒクソン。肉や野菜の焼き方にもグレイシーダイエットの鉄則があるという。鶏肉は真っ黒に焦げ目がつくまで焼く。そうすれば脂分がなくなり焦げた皮を取って食べれば十分ヘルシー。バーベキューは家族の憩いの場。ただしグレイシーダイエットはここでも徹底されていた。幼い頃のヒクソンがそうであったように、ヒクソンの家族にとってグレイシー柔術はもはや生活の一部になっている。グレイシー柔術を通じて家族の絆を深め、次の世代に継承させていく。これがグレイシーファミリー。Primeira coisa é o passo, não vira de lado não, dá o passo atrás e continua de frente com isso. Exato. Sua mãe e filha, o Shinji. Boa. Exato. Boa. Vai, vai, vai. Certo. Vai, vai, vai. 息子には戦うことの意味を教える。ヒクソンファミリーの中でグレイシー柔術に背を向ける者は誰もいない。ヒクソンを中心とした家族全員がグレイシー柔術を心から楽しんでいる。クローンズドン。偉大なる格闘家ヒクソン・グレイシーは偉大なる父でもあった。本当の強さとは何か、その永遠のテーマを追い求める男ヒクソン・グレイシー。子供たちは彼の強さをどう思っているのだろうか。Possibly be, I mean, I have it tatted on my arm right here. Hickson Gracie, number one father. So that it should explain it. I mean, I think my father's abnormally, like, almost like a insane spiritual power, like, of some different kind of life form.I don't have no idea until when I'm going to do it, because I like it,
And there's no reason to stop something you like to do. I'm not thinking about give up. I go until the end. And if I have to die for it, I will. I want to fight forever. すでに代表が内定している